こんにちは、パーソナルトレーナーのビースト村山です。今回はですね、スペシャルコラボということで、元プロサッカー選手水内健さんとこのキーフィットネスでお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ水内さん、私のチャンネルですと、はい、結構筋トレ系、例えばボディービル、フィジーク、はい、そういった方だったりとか一般的なジムユーザーの方多いので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、水内健と申します。昔ですね、そうですね、もう30年前になりますか、J リーグが開幕しましたけども、その頃、20歳、21歳ですね、社会人3年目として J リーガーとしてデビューしました。まあ、サッカー選手としては、そんなに息の長いプレーはしなかったんですけども、1997年シーズンをもって、引退し、1998年からは、今もですね、ホリプロという芸能事務所にも所属しながら、メインとしては浦和レッズの応援番組がテレビ埼玉であります GGR という番組があるんですが、その MC をやるようになって今年で26年目。すごいですね、26年やってます。すごいですね気づいたらっていう。すごいですね。そうなんですよ。なので、浦和レッズというチームのもう前身からいたんですけども、浦和レッズができて、浦和レッズでプレーして、2年間仙台に移籍したんですけども、はい、引退してからまた浦和レッズと応援する側として OB として関わっているっていうのが今現在ですね。なるほど、はい、ちょっと私2つご縁を感じたんですけども、はいはい、まずホリプロということで、はい、私がボディメイクさせていただいている武田慎さん。ああそうですよね。ホリプロですし、はいはいはい、あと私地元が仙台なので。ああ聞きました聞きました。どうなんですか仙台。仙台のですね、泉の方なんですけども、はいはい、まさに練習場、はい、だから当時、そうです、まだベガルタじゃなくてブランメル、ブランメル仙台の時とかも、ちっちゃい頃だったんですけど、本庁市に向こう見に行ってました。あ、本当ですか。僕ちょうどブランメルの時ですから。そうですよね、はい、1996年に仙台に移籍しまして、はい、96、97年、2年間、はい、いやもう本当に近くの団地です。そうなんですね、はい。ちょっと今お話聞いていろいろご縁を感じてるんですけど、やっぱり今もうずっとサッカー業界にいるっていうことで、はい、サッカーの表も裏も全部していらっしゃると思うんですけども、はい、今回早速なんですけども、はい、私ちょっと疑問をぶつけたくて、はい、先日ジャンクスポーツっていう番組見てる時に非常に面白いなと思ったのが、高校生のサッカー時代とプロサッカー時代になると練習量が全然違う。練習量ねっていうのをやっていて、はい、いや高校の時きつかったよってみんなおっしゃるんですよ。でもなんか私のイメージですと、プロになった方がきついんじゃないのってずっと思ってたんですよ。うんうん、なのでぜひこうサッカー時代の練習方法だったり、練習量、はい、そしてプロになってからの練習方法、練習量っていうのをちょっとお伺いしたいなと。はい、わかりました。はい、思うんですけど、まず高校時代ってどんな感じなんですかね。あ、僕らの時はまだね、本当昭和から、平成に何頃なんですよ。はい、本当に。で、僕の高校は公立高校だったんですけど、うん、神奈川では一応名門高校だったので、厳しい方ではありました。うん、で、1年生、部員だけでもやっぱ100人ぐらい公立高校でもいたんで、そのうちやっぱ試合出れるのは11人しかいないっていうのもありますし、あとは神奈川県中からこうサッカーをやりたくてその高校に来るっていう、外からこう来る先輩たちも同級生もやっぱいて、でレベルも当然非常に高いんですけど、今思うと、いやこの練習は意味ないよなっていうのはいっぱいあります。本当ですか。それはもうすごい聞きたいです。もうそれはもう本当に何だろうなっていうぐらいいろんなことあるんですけど、はい、ただ、基本練習といいまして、うん、例えばインサイドキックってこうあるじゃないですか、はいはいはい、聞いたことあると思うんですけど、そのインサイドキック、多分2人組でボールを投げてインサイドキックとか止めて蹴るとか、うん、こうボレーで返すとかっていうことを僕はまともにやったら高校生なんですよ。おー、そうなんですね、はい、でもそれが当然基本なんですけど、はい、大事なんですけど、でも今は小学生からそれを教わるわけですね、当たり前に。なるほどなるほど。で、僕が小学校の時教わったことなかったんですよ。え、じゃあ逆に小学校の時って何教わるんですか。キャプテン翼。キャ漫画とその毎週毎週やるテレビですね。なるほど。だから1週間に1回ダイヤモンドサッカーというあったんですけど、はい、だけどそれはもう本当に大人の試合をただ見てるだけって感じだったんですけど、当時の日本リーグとかもテレビでほとんどやってなかったですし、高校サッカーは冬だけですから、はい、
なかなか映像でテレビで見るってことが、ね、できなかったので、うん、もう本当本を見て覚えるか、動きはもうキャプテン翼ですね。キャプテン翼、なかなかミラクルな動きありますよね。なのでまずそのオーバーヘッドキックっていう言葉自体もキャプテン翼で知りましたし、確かに誰でもやってないじゃないですか。先輩たちがやるわけじゃないし、ただボレーシュートっていうのは先輩たちとか、まあ、仲間内でもボレーなんて言いながらやったんで、名前はもちろん知ったんですけど、キャプテン翼の場合はこういう長いボールが来たらノートラップランニングボレーだみたいな感じでボレーするじゃないですか、はい、ですだからそれを実践してました。すごいですね、ある意味なんかちょっと飛び級するみたいな感じなんですね。なんかこうこっちからボールが高いボール長いボールが来たらバーッと走ってって、こっちゴールあったらこういうボールに対してボーンってボレーシュートとかをする小学生でした。ある意味まあ小学生だからできないとも思ってないんでしょうね。なんかどうやったらそれができるかなって自分でポール投げてやったりとか、ただまあその空間認知っていうんですけど、はい、今思えばそういうのを自分で工夫してやってたんだなっていう感じでしたね。だからボールを止めるっていうことが僕の中ではあまりなくて、なるほど。ただまあ胸のあたり来たら胸は止めるんですけど、はい、なんか腰の高さだったら、うん、ボレー、もう蹴るみたいな、はい、ちょっと高ければジャンピングボレー、おお、もう高ければヘディング、おお、ちょっと後ろだったらもうオーバーヘッド、おお、とにかく蹴って入れるみたいな、そう、もう横から来たボールとかをなんとか方向変えてゴールに入れればいいでしょっていうような感じでやってたんで、それが実際に入れてたんですよね。だからそれはそれですごくいい練習だったんでしょうね、はい、だと思います。だからそのシュートっていうのはやっぱ上手かった自分もあるし、まあ、いつもゴールを決めてたんで、ちょっとそこで飛び抜けてた分やっぱり試合にも出れるようになったりとか。なるほど。ただ高校行ったらやっぱそういうわけにいかないわけですよ、うん、相手も上手いし、今度はボールもなかなかもらえないし、うん、でもシュート練習すると一番上手いわけですよ、1年生だと、うんうんうん、だけどその後のやっぱりボールを止めるとかってことがあんまり上手なかったんで、そこでちょっと戸惑いも感じながら、まあ、たくさん練習はしましたね。じゃあこういわゆるこの、まあ、トラップとかね、はい、っていうのは本当に高校が初体験だったっていう。そうですね、考えたことなかったです。そもそも、まあ、来たボール止めることは止めるんですけど、うん、なんかこうなんだろうな、その当たり前のことが当たり前にできてない、本当細かい、うん、普通の当たり前のその基本の的なことが結構雑だったっていうのはありましたね。高校でそういうことはまあ教わりながらも、でもやっぱりシュート練習すりゃ決めるし、うん、ちなみに高校の時って、はい、まあ、特に1年生なんか雑用も多くてないなと思うんですけれども、はい、例えば単純にこう走る量っていうんですかね、ランニングとかってどれくらいするものなんですか、はい、ランニングはただの素走りというのはやっぱりあります。あ、やっぱりあるんですね、はい、で雨降るとグラウンド、まあ、サッカー結構使うじゃないですか。そうですね、だけどちょっともう今回は使わないよっていう時もあるんですよ、うん、それが一番嫌で、あ、そうなんですか、うわ走んのかって思うと、あ、なるほど、でうちの高校ちょっと山の中にあるんで、はい、自然も豊富なんで、もう走るコースがあるんですよ、 A コース、 B コース、 C コースみたいな、なるほど、決まってて、でそれをもうとりあえず走って今日終わりとか、まあ20分ぐらいで終わるんですけど、はい、でもなんかこうやっぱ早く走るのとかがそんなに得意じゃなかったんで、まあ、得意なやつはねバーッていきますけど、まあ、でもそういうのとか、あとは坂道ダッシュ138m あるらしくて、 138m 結構長いですね、はい、で、まあ、うちの監督はそれを1サンパーとかなんか言いながらでこう走るんですけど、結構やっぱきついですね、それ10本とか10本、はい、138m の上り坂10本はかなりハードですね。そうですね、だそれとかあとは素走りでいうと、あのサッカーでこう縦が大体 100m ちょいちょいあるんです、はい、でそれを16秒ぐらいで走って44秒で帰ってきて、16秒で44秒で帰ってくるとか、じゃあ1分ですか、はい、1分でそれをずっと往復する、それのもあるし、それはちょっときつい方なんですけど、はい、でももう別に行くだけ行って帰りゆっくり行く時もあれば、もうそういう時間が決まっててやらなきゃいけない、インターバル走をずっと繰り返すみたいな、結構そういう素走りはまあ少なくはなかったんですけど、でも例えば帝京高校みたいにフルマラソンやるとか、はい、うん、国見高校みたいにとにかく山走ってるとか、はい、っていうのはなかったです。あ、本当ですか、はい、もうあ彼らの伝説にはかなわないです、はい、うちの高校なんてもう本当に大したことないなって
今それを聞いてみればってことですね。いやもう本当ね、いろんなやっぱ仲間がいますけど、はい、国見とか、まあ、帝京もそうですけど、あと市船、市船もそうですけど、やばいっすね。やばいっすね。じゃあでも今何個お話聞いてて思ったんですけど、はい、意外とこう科学的なトレーニングしてるような感じもしますね。インターバル走とかの、まあ、138m の上り坂ですけど、まあ、ピッチの往復してると思うから、はい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 、ああなるほどなっていう感じはしますね。だまあ監督やコーチがどこまでそう考えてやったかとかわからないですけど、ただまあ、いや学生ですし、とにかく嫌だなっていう、はい、まあまあそうですよね、はい、あと走らされてる感がやっぱあるんで、ちょっとこう前向きに走れないというか、もうほんと根性を鍛えるみたいな、そっちの方がやっぱどうしても先走っちゃう部分がありますね。なんか今思えば高校の時このトレーニングっていう、まあ、練習方法、はい、無駄じゃないかなと思うのってどうなりますよ。そうですね、無駄なトレーニング無駄っていうとちょっとあれなんですけど、なんだろうな、ちょっと遅かったんじゃないかなみたいな。あ、一番無駄なのは、はい、あの監督に怒られて監督に走らされることですね。罰走ですね。罰走、罰走はやっぱりいらないですね。罰走って どのくらい走るもんなんですか。これがやっぱあのいろいろ差がある、先生のあれも、はい、でまあ、僕の同級生のやつがゴールキーパーがいたんですよ、はい、で夏場だったんですけど、あの、まあ、前半でも交代させられて、うん、走ってろと、うん、で本当もうグラウンドの端っこで一人でずっと走ってるんですよ。それって試合中ってことですか。試合中に走ってんですか。滑走で。本当ですか。はい、でもまあ、ダッシュ走っとけって言われたら、もう何となくここダッシュして、はい、ゆっくり走ってきて、ダッシュしてゆっくり走ってみたいな感じなんですけど、はい、でもそいつはもう動きもおかしくなってるんですよ。もうだんだんでこれずっとやってんだなと思って、でも監督忘れてるとか、あ、もう試合夢中でもう罰走させてることを忘れてるわ。ずっと言ったしってみたいな。で先輩たちが気遣って監督に言って、はい、でそいつは最終的にはもう潮吹いてるみたいな。おお、ちょっと今だったら問題出ますね。問題ないと思います。で僕の場合は、はい、最初1年生の時に1軍の試合にこう出してもらって、はい、まああまりいいプレーができなくて、うん、でまあまあ本当普通に殴られ蹴られ、おで走ってって言われて、で後半一人走ってます向こう。で今度 B チームの試合が始まるわけですね、はい、で呼ばれて、はい、また出ろって言われて。そういうこともあるんですね。はい、もうクタクタですよ。そうですよね。精神的にそうですよね。いいプレーなんかできるわけないです。そうですよね。でまた怒られて、おでまた走らされてみたいな、なんで俺だけみたいなっていうのはありましたね。でも A チームで試合して B チームで試合するって、はい、プロでもあるんですか、なんかそういうのって。あ、ありますね。前の試合、公式戦がトップチームの試合で出て、うん、でも大体半分以上出れば次の日ってこうクールダウンだったりするんですけど、でもそれが、まあ、45分、まあ、すぐ後半の頭で交代しただと、はい、もう次の日普通に練習したりとか、あと、昔だったらリーグ戦があったりしたんで、うん、そっちに行けって言われてそっち出たりとか。あ、今ですごく気になったんですけども、はい、高校の時って練習って何曜日か何曜日とか、なんかこの曜日は休みとかってあったんですか。高校の時はうちはありました。月曜日休みでしたね。あ、月曜日休みだった、ね。はい、月曜日はサッカー部がグラウンド使えない日になっていて、はい、で大体試合が日曜日も多いんで、うん、月曜日休みだったんですよ。で、そう、その話をあのペナルティのワッキーいるじゃないですか、はいはい、ワッキーも同級生なんですよ。あ、そうなんですね。第一一船じゃないですか、はい、で、それで話をしたら、はい、休みあったのって言われて、で、あったあった、1回って。でも、夏休みとかは、本当にもう1日あるかないかなんですけど、週1回は基本うち休みだったんだよね、と。で、朝練もなかったんですよ。あ、朝練もなかったんですか。朝練が自由参加だったんですね。自由参加なんですか。はい。だからまあ、僕は好きだから、行ってたんですけど、はいはい、だけど、みんなで練習するところがなかったんですよ。へぇ。で、あとあと気づいたんですけど、多分、監督が、酒好きなんですよね。じゃあ朝ちょっと起きるのめんどくさいからだろうなっていうのが後々思い、でもそんな話もわけでしたら、朝練もなかったのっつって、朝練やってね、週1休みの高校に俺たち負けたらかやったら、勝ったの、関東大会で、一応に、1回戦で一応に勝ってるから、マジでなんつって、そんな練習量違うのに負けたのかよって、だから関係ないねって話をしました。まあまあ、その練習量
の数だけじゃないよねっていうのはまあ言ってましたけど、いやそうです、だから実は今回どんなねえげつない話が出るかなと思ったら、なんか意外と科学的すぎて、いやいやいや、うちはまあそうかもしれないですね。でもそうですよね、テレビ見てるの、まあ多分特にそれを取り上げてるっていうのもあるんですけど、はい、朝練はある、はい、練習量クソ長い、はい、休みはない、うん、なんか本当に年末年始1日2日とかって話をよく聞いたんで、いやサッカー大変だなと思ったんですけど、いや理不尽なところはいっぱいありますよ。理不尽なところうちはだからそう考えると、あまだマシなんだなっていうのは思いましたね、うん、中学校の時の方はひたすら走ってましたからね。あ本当ですか、はい、ちなみになんですけども、あのこれぜひお伺いしたいんですけども、はい、もちろんサッカーって試合時間長いじゃないですか、はい、全部込めると何分になりますか。大人は90分ですね。45分、はい、あるじゃないですか、はい、でその時に、まあ、確かにこう走るっていうトレーニングは非常に私大事だと思うんですよ、うん、ただじゃあその走るトレーニングっていうのは水内さんの目線から見てどのくらい必要なものなんですかね。なんかフルマラソンみたいに走ったところでっていうのもあったりするんですよ、はいはい、過剰に走っても意味ないんじゃないかなとか、なんかいろいろ思うところはあるんですけど、その辺ってどういうふうに思いますか。まあ、サッカーでずっと走ってるってよく言われるんですけど、うん、ほとんど走ってないんですよね。走ってないって言うとごめんなさいけど、まあ、止まってることの方が多いし、うん、そこから瞬間でこう動くこともやっぱりダッシュ力ですよね、うんうんうん、でその長く走る人も 100m バリバリ長々と走ることなんてまずないわけです、うん、そうですよね、まあ、30m、40m、なくて 40m、うん、なくて 50m か、うんうんうん、走ればよっぽど走ったなっていうぐらいなんですね。でそれを例えば早ければ当然いいわけですけど、うん、でも今度そこまで行ったら戻らなきゃいけないわけですよね。そうですね、うん、そのやっぱ行って帰るっていう、まあ、シャトルランみたいなことですけど、うん、それの繰り返しが強いか弱いかで評価される。なるほどなるほどなるほど。例えば長友とか、はい、もうあのサイドバックですね、うん、サイドバックをやる選手たちはそことが多分めちゃめちゃ強いです。うん、なんかでもそういうイメージありますね、はい、あと長距離も速いと思います。あ本当ですか。両方多分速いですね。あじゃあ結構その辺はスタミナもあって、うん、短距離もある程度適性がないと難しいポジションなんですね、はい、ただこう行ってこいだけが速いのは、まあ、当然大事なんですけど、それでもやっぱりプラスその持久力っていうのもある人間がサイドバックに自然となるんですよね、うん、なるほど。極端に言えば、この行って戻ってっていうのは先ほどの、まあ、10分、あの10本走みたいな感じで、はい、まあ、それが10本で、例えばまあ10本できるようなスタミナがあれば、ちょっと練習としては十分トレインになるっていうイメージですね。そうですね。まあ、だらだらこう走り続けるよりは。はいはい、それはそうですね。だから、プロになってから、まあ、今の高校生もそうかもしれないですけど、例えばフィジカルコーチみたいな人たちが、はい、まあ、プロ、日本がプロになって、プロ化されて、うん、そういう専属のコーチっていうのが出てきたわけですよね、はいはい、でその人たちってやっぱスプリントとか、うん、そういう肺活量を上げるとか、ね、あとはまあ体幹鍛えとかもそうなんですけど、全てにおいてフィジカルを管理するコーチっていうのが、うん、プロフェッショナルがいて、でそのコーチたちがやることっていうのはやっぱりそのシャトルランでもそうですけど、本数を決めて、これはこういう時のためにやるんだよみたいな説明をしてくれてやるから頑張れるというか、なるほどなるほど、何本やるかわからないとかっていうのと精神的違う、そうなんですよ。じゃこれがもう10本だよって言われれば、よっしゃ10本いくぞーってなるじゃないですか、うん、でこれをもう何も言わずに監督が言われて、じゃあダッシュって言われても終わりが見えないとちょっと手を抜いてしまう自分がいたりとか。それはそうですよね。だってどこで終わるかわからないのに力を出し切れないですよね。そうです。でも出し切れって言われても、うん、じゃ倒れちゃっていいのかっていう話ですけどなのでまあそういうところはプロになって、うん、すごく練習が嫌じゃなくなりましたね。あ、なるほどなるほど。学生の時はなんかこう、あ、走らなきゃいけないんだみたいなのもありましたけど、うん、プロになるともう時間もある程度決まってますし、うん、2時間3時間走るわけじゃないんで、うん、これだけやるよ、これやるよ、これやるよ、そしたらもう終わりとかっていうふうに言われると頑張れるというか、うん、なるほど。ちなみに高校時代って、はい、大体何時から何時ぐらいまで練習するものだったんですか。高校はまあ放課後ですから、まあ、4時からでも3時間くらいじゃないですかね。あ、3時間はい、長くてもうちではまあライターもなかったんで、うん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 、まあでもなんやかんやっぱ午前午後やるよとかってなると3時間弱ぐらいはやってましたね。おお、先ほど出てた例えばワッキーさん一船とかってどのぐらいやるもんなんですかね。いやまあでも同じだと思いますよ。ただ
ずっとやり通すっていうよりは多分午前やって午後やってとかっていう何度も練習をするとか朝練も1時間半で1時間半ぎっちりやるとか。でやっぱ練習量は、うん、やっぱそういう名門校の、しかも設備が整っちゃってるからできちゃうっていうことですね。それあるかもしれないですね。ナイターがね、普通あるとこないとこあれば当然練習時間変わっちゃいますね。そうです。だナイターがなくてよかったなって本当に思います。特に冬場って日没早いじゃないですか。そうですね。ずっともうどうしようもなくなるんで、で校舎の明かりを全部つけるんです。へえ。あ、で明るくして、はい、少しでも明るくしてやるんですけど、校舎の方からは見えるんですよ。うん、でも逆から見えないですよね。そうですよね。いや、話になってよみたいな。あで、まあ、そういうのでちょこちょこやってはいましたけど、うん、まだ例えばグラウンドも土だったんで、うん、ぐちゃぐちゃだったらやっぱりやりづらいし、それが今人工芝とかに、そうです ね、選手たちとかあの高校とかもなってるんで、うんうんうん、そういうところだと本当に雨でも普通に練習できますし。なるほど。ちなみになんですけども、じゃあ高校時代そういった過ごし方をしていた中で、はい、じゃあプロに入ってなんかその先ほどねフィジカルコーチがいるって話もあったんですけど、はい、これもなんか練習の点でなんか大きく変わったところってありますか？でも練習時間が短いと思います。短い。はい。まあ、日本人監督はでもやっぱちょっとそれでも長かったです。うんうん、まあ、まだその J リーグ始まる前っていうかその名残が、はい、まあ、昔の日本リーグの名残っていうのもあったんであれですけど、でも僕が1995年か、はい、ドイツ人監督が初めてレッツに来たんですね、うん、オジェックさんっていう方が。そしたらもう10時から練習して11時半に終わるんですよ。そんな早いんですか？はい。そんな早いんですか？でもうっていうぐらいなんですけど、はい、でもウォーミングアップは、まあ、そこはヘッドコーチがやるんですけど、はい、外国人のヘッドコーチがこうランニングしながら、でなんか早く伸ばすぞみたいな、でまたランニングしながら上振ってみたいな感じ でそれを25分やるんですよ。おー、やっぱそこが大事なんですよね。でもそれはなんかやっぱ止まらないから結構疲れて、そう長くて、でなんか、まあ、こういうアップかきついなみたいな。でもそれ25分やって止まって最後ストレッチやって、はい、水飲んで、でまあボール使ってやるぞみたいな。そこからまあ小1時間まあガツガツ練習する。なんかその時っていうのは、まあ、もちろんその、まあ、ケースバイケースだと思うんですけども、はい、例えばそのパスの練習やったり、まあ、実践練習やったりっていう感じで、いわゆるなんだろう、こう先ほど言ったフィジカルトレーニングとかどのぐらいされるものなんですか？もうフィジカルトレーニングはそれに含まれてるっていう考え方でしたね、その監督は。なるほど。はい。なのでその時の特別なフィジカルコーチっていうのはいなかったですし、やっぱ監督によってやっぱ変わるんですよね。あ、全然違うんですね。はい。例えばブラジル人監督だと、はい、もう本当にフィジカルの方を完全任せっていう監督もいるのスタイルですし、でウォーミングアップはもう全部完全フィジカルコーチがやるんで、はあ、でもそのブラジルの加工だと、あ、南米なんか特にありがちですけど、そのボールを使ってやっぱりやるんですよね、うんうんうん、だからこうまだボールを使うと楽しいじゃないですか。うん、そうですね。とりあえずひたすらジャンプして走れ、ジャンプして走れるグレーとかじゃないんで、うん、その分なんかこう南米の方が楽しいなっていうフィジカルはあってます。じゃあもう水さんは南米式が一番あんまりやったことなかったんですけど、はい、最初そうで、アルゼンチンのフィジカルコーチの時、まあ本当ゆっくりなんですけど、うん、まあ小1時間ぐらい走る、45分ぐらい走るわけですよ、はい、走るんだけど、その中にちょっとジグザグにステップ踏んだり、なるほど。でその代わり走る時はゆっくりでいいよ、うんうんうん、別にそこはゆっくりでは、ただ呼吸は止めないでゆっくり体を動かす、まあ、有酸素しながらやりましょうっていう感じだったんで、はい、なんかあれなんですかね、こう試合の時にこうピッチをずっとこう回ってるようなイメージでさせてる、ね、うん、それはあるかもしれないですし、あとはそれ45分っていうのが結構、まあ、サッカー界的にはなんかこう一つの目安というか、うん、例えばその90分の練習っていうのも45分45分で90分っていう言い方をする監督もいますし、あとはそのフィジカルトレーニングする時も45分間やっぱりそのゆっくり走るとか、あとは15分間走を3本やろうとか。おお、それきつそうですね。うん、それは素晴らしい。もう時々やりましたけど、うん、でもそれもそんなに急がなくていいぞって言うんですよ。いいペースで走れてるんですよ。なるほど。いいペースってなんだよって感じですか。じゃあそこは具体的に何分何秒のペースで走るとかじゃないですね。うん。で、個人差あるじゃないですか、そうですね。はい。で、それはもう本当自分のペースでいいペースで走れる。ただまあ若手だと、ベテランより遅く走れない。そうですね。プレッシャー入りますもんね。そうです。お前ら前行けよっていう。そう。で、言われるし。あ、言われる。若いのは行けよって言われて。い
結局自分のペースじゃねえよって思うんですけど、まあそういうのとか、うん、あとは今はもうこういう、なんだろう、あ、つけてます、ね、つけてるんで心配、ね、うん、あの機能を測るのがあるんで、あれつけて走るからごまかせないらしいです。ああ、なるほど。じゃあより科学的なメッセージが入ってしまったんですね。はい、自分では疲れてんだけど、いや大丈夫だまだって言われていけるでしょっていう、もうちょっと追い込んでもらえるんだね。確かに確かに。逆にもうまだ大丈夫なんですけどっても、いや、もうちょっと落とせっていう場合もあるし。なるほど。だからまあそれはあれですね、選手を追い込むためでもあり、うん、そして無理をさせないためでもあるっていう。そうですね、今ではそっちにやっぱこう、まあ、IT の方に、サッカーもそうですけど、やっぱ傾いてきてる部分はありますね。でもそれは多分世界各国そういう感じ、うん、そうですね、練習してるっていうことですよね、はい、私がなんかちょっと意外だったのは、はい、もっと例えばダッシュの練習がガーッと入ってるとか、はい、その先ほど言ったインターバルトレーニングとかは多いのかなってちょっと思ったんですね、うんうんうん、やっぱりピッチをこう走って戻ってっていう印象が私もすごく強くて、だから思ったよりもそういうトレーニングはなくて、まあ、ちょっとゆっくり走りながらそういったちょっとアジリティを鍛えるようなトレーニングが多いんだなっていうのはちょっとイメージ全然違ったので、あとはまあ時期にもよりますね、うん、まあ、その1シーズン、まあ、ほぼ1年っていうふうに見た時に、はい、今はこうシーズン中じゃないですか、はい、で水曜日試合があって土曜日試合があってっていう試合がこう続く時もある、うん、そうするとやっぱもうコンディションを戻すことの方に、なっていくんで、やっぱフィジカルを上げるというよりは、うん、でそれが途中空いた時に、じゃあ何日か休みです、じゃあ休み明けだからちょっとフィジカル上げるよみたいな時もありますし、うん、なのでまあ1月 の、 そのシーズン前のキャンプとかっていうのはやっぱり追い込む時は追い込むし、うん、練習量も当然多くなって、まあ、午前午後やって、うん、午前中はフィジカル、午後は対人とかっていう、そうやってなるほどなるほど、この時期しっかり体作っておくと、うん、シーズンしっかり戦えるよっていうようなやっぱメッセージなんで、サッカー、そうか、サッカー、プロサッカー選手だと結構オンとオフがしっかり分かれてますもんね。そうですね、まあ、オフはオフでっていうところもあるんで、うん、まあ、オフ分けはやっぱりみんなきつそうにやってますしやっぱちょっとこう休んでだらけた分戻すのが、そうですね、だからまあ動いてるやつは動いてますけど、うん、休む人は休むし、うん、水内さんどちらのタイプだったんですか。僕らの時はそこまで休みっていうのはなかったんですよね、逆にそもそもが、はい、なのでまあオフなんかはもうとにかくサッカーをしとこうみたいな、あ、だ高校行ったりとか、その地元のやつらとサッカーしたりとか、でそれは、まあ、ちょっとこう気も抜きながらっていう、楽しくサッカーしたりとか、ね、はい、あと試合感をこう逃さないためにちょっと続けていくみたいな、もう体を動かしとこうみたいな、うん、ただやっぱ素晴らしいで走るので嫌じゃないですか。そうですね、つまんないし、だったらなんかサッカーやってるところに顔出してサッカーやったりとか。あれなんですね、サッカー選手って競技的に走るじゃないですか、とにかく、はい、走るんで、まあ、走るのみんなある程度好きなのかなと思ったら、そんなのもないんですね。いやー、嫌いですよ。やっぱサッカーは好きだけど、走るのは別ですよね。そうですね、まあ、得意じゃない選手も当然いますけど、ただ、やっぱりそれは自分のパフォーマンスを上げるために走る、うんうんうん、サッカー選手として少しでも上手くなるために速くなるために強くなるために走るっていう考え方でみんなやってますから、うんうん、そうですよね、はい、走るために走ってるわけじゃないですもんね。そうです、 100m 走り速く走るために走るわけじゃないからでもやっぱり自分で実際例えばそういうダッシュの練習を繰り返した時に、うん、一瞬こう試合でグッといった時にね、相手より速くいけた時とかっていうのはソウルの練習の賜物じゃないですか。あ、そうですね、そのためにやっぱり細かいダッシュを普段から練習しておくとか、うんうん、っていうことですからね。ちなみになんですが、あの高校時代、はい、プロサッカー時代に通じていわゆるこうウェイトトレーニングってどのくらいされてましたか。はい、ウェイトは、高校の時にまず、雨の日とかだとやっぱそのウェイトトレーニングか、まあ、外走るかみたいなのがあるんで、はい、ウェイトトレーニングを初めて、まあ、バーベルですね、はい、高校1年生で初めてこうバーベルを見たわけですよ、うん、本当このベンチプレスだけなんですけど、はい、でも先輩たちがカツンカツンやってるわけですね。おー、すげえなと思って、でそれが15キロのバーに20、はい、20ぐらいでやる先輩はまあまあ強い、まあまあ強い、はい、まあ、強い、で大体でもそれを15の10で僕ら1年生とか、うんうん、ゆっくりやるよりはどっちかというとこう早くやる感じでしたね、うん、瞬発的にこうカツ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 ってやるような、はい、で交代してあんのにカツカツカツったりして、でもまあやっぱり3年生とか胸筋やっぱついて、まあ、全然やっぱ感覚が違うじゃないですか。そうですね、高1と高3で、うん、もうおっさんみたいな先輩とかっていっぱいいるわけじゃないですか。そうですね、で
でもこうすげえ胸の筋肉動くんだみたいな。おえスクワットとかもやってました？スクワットはやってないですね。そうなんですね。多分下半身はサッカーやってるから鍛えられてるっていう感じなんだと思うんですよね、うんうんうん、ああなるほどなるほど。えそれってプロになってからもそれってプロになってからも一緒ですか？プロになってからもほとんどやってないですね。あ本当ですか。じゃあそうしたらあの今私のチャンネルではこの高校生から、まあ、プロになってからの練習についてのお話をちょっとお伺いしましたので、じゃあそのフィジカル私がフィジカルうるさいよちょっと静かにして、ささむりじゃあいきます。私が思うフィジカルトレーニングをどのように今取り入れてるのかとか、はい、なんかそういういわゆるこうウェイトトレーニング論なんかについて、はい、ミジュースさんのチャンネルでお、わかりました。ぜひちょっと論議、議論できたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、私のチャンネルではね、今高校生高校生プロサッカー選手の、まあ、あの練習の違いなんかをちょっと今お話聞いたんですけども、まあ、実に本当に面白くて、あこういう練習やってるんだなって非常に参考になりました。でここからは水瀬さんのチャンネルの方では、じゃあウェイトトレーニングってどうなの、ウェイトトレーニングって競技においてやった方がいいよっていう人とやらない人がいいよっていう、結構分かれるんですよね。それについてもズバズバっとぜひいろいろお話聞きたいと思いますので、水さんどうぞ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。